今回はですね、大人気のね、えー、ライカチューニングのカメラを搭載したスマートフォン、シャオミーの14ウルトラですね。あと 14T ィ r o まあ、こちらのカメラアプリの比較をしていきたいと思います。まあ、この2台はですね、シャオミーの中でも人気の2台で、まあ、その人気のね、一つの秘密は、やっぱりライカということですね。ライカカメラを搭載しているというところが、まあ、売りになっているというところだと思います。 でまあ、先に発売されたのはウルトラなんですけども、まあ、こちらも見た感じもねもろカメラという感じでスマートフォンを購入するというよりは、まあ、カメラを購入する感覚で買われている方多いと思います、まあ、どっちかというとそのカメラ性能に惹かれて購入されているということだと思うんですよねというかカメラ性能に興味がないんだったら別にこの、ね、14ウルトラ買う必要ないのでこれを購入している方は少なからずカメラ目的で買っているはずですただ、まあ、ですねこれ ちょっと高いんですよね、まあ、いろいろこういうカメラグリップなんかもありますけれども、まあ、非常にカメラに特化してるんですが、まあ、言っても趣味の端末というところで、まあ、少々お高いわけですね、まあ、一応定価ベースだと20万近いということでしたで最近発売されたのが 14t プロですね、まあ、こちらも同じくライカチューニングのカメラを搭載してるんですがこれはまあ定価ベースで10万9800円ですね下のモデルが まあ実売価10万円を切っていますので、まあ非常に買いやすいわけです。で、なかなかですね、そのカメラ性能に興味があるんだけれども、20万は出せないよという方が、まあ実質10万円以下で買える。で、性能もそこそこいいね。こちらの 14T Pro。まあ結構ね、注目度が高いんじゃないかなと思うんですけれども、まあただ同じライカチューニングとはいえですね、当然ハードウェアも違うし、まあカメラのレンズ構成も違うしっていうところで、 今日は、まあ、りはね、結構いろんなところで比較されてるわけですよ。やっぱりカメラ性能を売りにしてる端末なので、まあ、例えば iPhone と比較したりね、Pixel と比較したり、まあ、いろんなところで、その実際に撮影した写真っていうのは比較されてると思います。なので今日はカメラアプリですね。要は、どっちの i a o m i のライカカメラ搭載スマートフォンを買おうかなと思った時に、やっぱり14ウルトラの方が機能的に豊富だからこっちがいいのかなと思うのか、 まあその程度であれば別に 14t Pro でもいいよねというところで移りではなくて同じメーカーのカメラアプリでどれだけ端末によって違うのか見ていきたいと思います。それでは早速見ていきたいと思います。非常に地味な動画になると思いますけれども、まあただこの2台でね、えー、カメラ性能軸に迷ってる方っていると思います。まあカメラ性能じゃなくてカメラアプリの違いなんですけどね。ただ逆に 他のチャンネルとかね、ブログではあんまり紹介されていないと思いますので、まあ、横に並べてね、比較してみたいと思います。左がウルトラです。右が 14T Pro です。まずこれは通常の写真撮影モードです。まあ、パッと見、ほぼほぼ一緒っていう感じかなそうですね。レンズの切り替え。もちろんレンズの,、まあこのねえー、構成が違うので、ここはもちろん違うんですけど、こっちはやっぱ望遠が2.6、こっちは3.2ということなんで、まあ、これはハードウェア的な違いなんでしょうがないんですが、 あ、ここが違いますね。フィルターがここにある。ありますね。あと、美顔モードがここにあります。ビューティー。で、ウルトラの方はこっちにはないのかなないですね。まあ、フィルターはあります。フィルターは一緒ですけど、美顔モードはありません。ということですね。まあ、だからなんか SNS とかでシェアするようなあ写真だったら美顔モードあった方がいいよねっていうのはあるかもしれませんね。 あと、これがね、ライカのあの、何でしたっけハイブランドとオーゼンティックトで、ね、切り替える。まあ、いわゆるこれがライカチューニングなんですけども、これは両方とも当然対応しております。であと、HDR も横にありますね。まあ、これも一緒ですね。まあ、この辺は一緒。で、横に Google レンズのアイコンがあって、で、フラッシュですね。だけど、ウルトラにはなんかこのマークがあります。これ何のマーク モーションキャプチャーは自動オンですということですね。モーションキャプチャーのアイコンがここについてます。これでオンオフできるということですね。まずここが違います。ちょっと設定見てみた方がいいかな。はい。設定を見るとこんな感じですね。AI カメラ、中に入ってますね。こっちもありますね。これは自分でいじれるのかなえっ、ー、と、フラッシュ、アスペクト比、えー、モーショントラッキングフォーカス、ッシし、アシストカメラ、 タイムドバースト。タイムドバースト。ありますね。ま、だいたい一緒。あ、マクロありますね。えっ、ー、と、14T Pro って確かマクロカメラないんですよね。マクロ撮影できないのかな。まあ、その辺の違いもあって、こっちはスーパーマクロありますけれども、まあ、その辺の違いは、まあ、ありますね。ちょっとここが一つ欠けてますけども、マクロがないっていうことかな。それでは、さらに設定入っていきましょう。それでは、カメラの設定というところですね。 えまず上からスマート提案ということで、まあここは一緒ですね。まあこの辺はちょっとあまり面白くないので、あと自動夜景モード、モーションキャプチャー、被写体に撮影するときに動,、うん、動きを追跡してブレを最小限に抑えますということで、これさっきのこっちに出てるボタンこれモーションキャプチャー、あ,あ、そうですね。ここにあるか、ここにあるかっていう違いなのかな。ちょっと自分もあんまり詳しく見たことないんですけど、 まあでもちょっとアプリのね設定項目が違うのはわかります。あと拡張被写界深度ということで望遠レンズを使用して近距離で撮影する場合は拡張被写界深度を選択してピントの合う範囲を拡大しますということですね。ちょっと何を言ってるかよくわかりませんが、まあ、より細かい設定ができるようです。あとウルトラズームですね。AI でズームした画像を鮮明度を向上させますということで、まあ、この辺はズーム系のあれですね。 えー、設定が追加されております。ちょっと違いますね。向きについて通知。今日はだいぶ違うな。はい。えー、この辺も違いますね。顔、平均とかですね。えー、ど、どこで露出を合わせるかっていうのをここで選べるようです。で、あと、メインカメラのデフォルトの距離ということで、焦点距離。ああ、これいうのも選べるんですねで。やっぱりウルトラの方がめちゃくちゃ細かい設定できますけど、 私からすると何残っちゃっていう感じで何に使うのっていう別にそこまでいらないっしょっていう感じもしますけどまあ向きについて通知ってここは一緒になりましたねだからこの間の中でかなりウルトラの方が設定項目は多いですねあとファイル形式の設定とか画質の設定とかこれも一緒ですねセルフィーの設定セルフィーの設定ってなんだはいまあこれ一緒ですねほくろを消したりとかっていうことみたいです えー、あとは、シャオミープロカット。スマートトリミングを適用して、超解像度画像の構成を改善します。ということで、これこっちにないんですね。なんか面白いですね。こっちにあったりなかったりということです。ちょっとこれ比較しづらいですね。まあ、いずれにしても、この画質の下ですね。こちら追加シャッターとか、あ、フローティングシャッターを出したりとかですね。あと、ファストショットとかですね。まあ、なんかそういう機能がついていたり、 反面こっちはアダプティブ望遠ということで、距離に合わせてレインズを選択してくれますみたいな機能もあるようです。ここまではカメラ、カメラですね。写真ですね。で、ここからはビデオです。手ブレ補正のオンオフあります。まあ、ただこれはプロモードとタイムラプスモードのみに対応ということですね。だから通常の動画撮影では強制オンになっていると思います。まあでもこれは設定は一緒です。あと自動フレームレートも一緒。ビデオエンコーダー。 もう一緒ですね。はい。ドルビービジョンと HDR10 プラスと。ここで設定が変わってきたのかな。はい。えー、ちょっと違いますね。ビデオのタグ付け。オーディオ設定。どっか、あ、オーディオ設定ってうのがこっちないんですね。こっちはオーディオ設定ってのがあって、あ、スマートノイズ。 リダクションととかかでですすねね空間没入型オオーディオとかです、ね、ちょっと何を言ってるかよくわからない <laughs>。この辺もちょっと、まあノイズ除去の機能があるかどうかっていうことですかね。確か 14T Pro って、この外で撮影した時に風の音が入っちゃうっていうのはね、結構海外のレビューサー、レビュ,ーレビューアーさんなんかも言ってましたけど、まあなんかこう風切り音が入っちゃいますよっていうのはよく言われてるみたいです。まあ、えー、とノイズキャンセル的なものもなんかこの辺にはないですね。えー、次。 音量,ボえー、音量ボタンの機能ということで、まあ、ここから一緒ですね。一般設定ということで、だいたい一緒ですね。ポケットモード。まあ、似たような感じかなと思います。まあ、ただやはりだいぶですね、まあ、こちら側にあってこちら側にない機能もあるんですが、基本的にはやっぱりウルトラの方がより細かい設定ですね。オイル用の設定なんかも、まあ、できるということで、 まあ、こだわりの撮影をするっていう部分では、細かく設定ができるかなと思います。まあ、ただ、これを全部理解して使いこなせる人じゃないと、ちょっと何を言ってるのかわからないっていうことになるかもしれないですね。それでは、次、ビデオ見ていきましょうか。えー、ちょっとまあ、主なとこだけ見ていきましょう。めちゃくちゃ長くないですよなんで。えー、解像度、フレームレート選択できますね。なんか、こっちだいぶ少ないですね。えー、ソーストラッキング。 っていうやつがありません。えー、モーショントラッキングフォーカスもあるか。ありますね。オート。絞りオート。ない。ですね、えー。グリッドはある。アスペクト比。やっぱりマクロがあるということですね。まあだから当然こちらの方がやっぱり多いですね。で、ソーストラッキングって何かっていう話ですよね。はい。何ですかね、ソーストラッキングって <laughs>。 まあだから追尾するような感じなのかな音も追いかけてくれるような感じ。まあ以前からシャオミありましたね。ズームするとなんか音も変わるってやつ、確かあったような気がします。ここで手ブレ補正が選べますね。はい、選べるんですけど、こっちは日本語になってるんですね。スーパー手ぶれ補正とスーパー手ぶれ補正プロになってるんですけど、なぜかウルトラの方は英語のままです。まあアイコンは一緒なんで機能は一緒だと思います。あとは HDR とか、 えっと、ここは解像度とフレームレートの選択とですね。あと、これはマスターシネマ、オンオフですね。これは両方とも一緒です。それでは次、ポートレートです。えー、こちらもですね。まあ、大体一緒なんですけども、えー、これですね。美顔ン、ビューティー。これがやっぱりこっちではないんですね。ウルトラにはないです。えー、フィルター、あ、フィルターもない。こっちはフィルターがあります。こっちフィルターがないですね。その代わりなんかこのレンズの まあ、スターレンズシステム。あ、でも、これはこっちにもありますね。はい。ありますので、ここは変わらずといったところです。これって確かなんかもう一種類ありませんでしたっけあれはい。まあ、でも、ここは一緒ですね。はい。こんな感じになってます。あとは、フィルター一緒で、あと上の方に、ここにやっぱりモーションキャプチャーですね。えー、だから、こちら側のウルトラについてはこれが常に出ている感じです。あと、これか。HD ポートレート。 っていうのがありますね。これはオンオフできるみたいなんですけども、えっ、ー、と、今オンにしちゃったのかな、えー、こちらですね。HD ポートレート。ここでオンオフができます。はい。あ、こちら側にもありますね。ここでできるかどうかっていう違いだけか。えー、この辺は一緒ですね。少し、はい。そんなに変わらずと言ったところです。ちょっとわかりづらいですね。それでは、えー、もっと見るを見てみました。まあ、たい 一緒かなうん。監督モード。長時間録音。えー、ショートビデオ。ショートフィルムになってますかね。まあでも大体一緒かな。スーパームーンがあるのか。こちらはやっぱ望遠がね、強力なんでスーパームーンを搭載しているようです。それでは次は映画モードですね。えー、画角も映画みたいな画角になるんですけども。これもなんかここにあるな。えー、スマートコーズ、自動ズームとかですね。こちら側には、 ありませんね。だから微妙になんかあったりなかったりということなんですけど、ただおまけ的な機能が多いので、これフィルターですよね。それほど気にはならないとは思いますが、やっぱり若干違うという感じです。じゃあ次はプロモード行ってみましょうか。えー、っと、ここはだいたい一緒なのと、表示してたりしてなかったりっていうのもありますよね。これはボリュームか。まあたいこれで一緒ですかね。 フィルターもあって、この辺は一緒。あ、これがないね。この、マイク。あ、これね、これウルトラにしかないと思います。ウルトラでしか私も見たことないんですけども、マイクの指向性ですかね。これ全方向性になっていたり、前、後ろ、奇跡って何かな周りあと、オーディオズーム。さっきのやつですね。はい。一応、このマイクの、なんでしょうね、セッティング。 録音オオーディオの種類とということで、まあ、こでまれをただね、これちょっとね、いじってみると、割と思うように取れなかったりするんで、結局私はこの全方向性っていうね、まあごく一般的な撮影をすることが多いんですけども、え一応マイクのその指向性みたいなものをまあ選べるということです。これね、あんまり他の端末で見たことないんですごいなと思った記憶があります。えただね、さっき言ったとり、いじると、 結構ね音質が変わっちゃったりするんで割といじってないかなっていう感じですけどまあ逆に言うとねえー、っとこちらの方にはありませんねということで今日はですね大人気のライカチューニングのカメラを搭載したシャ o ミ i の14ウルトラと 14t プロのまあカメラアプリをね、えー、少し見比べてみましたけれども、まあ、やはり若干違うという感じです、まあ、ただ全体的にはやっぱウルトラの方がより細かい設定ができるということで まあ本当にこだわりのですね、えー、撮影をしたいという方には、まあ言ってもやっぱウルトラの方がまあいいかなと思います。まあやっぱこれね、実際に撮影して比較している方もね、たくさんいらっしゃいますけど、まあ基本的にウルトラの方が、まあ上かなっていうような扱いじゃないかなと思います。まあなのでやっぱりカメラに全振りしたいという方は、 まあ価格も高いですけども、まあウルトラの方がまあいいのかなというところです。まあただ言ってもね、さっきの細かい設定とか、そこまでいじって撮影するのっていうのもありますよね。まあ私はそんなにカメラに詳しくないので、まあ基本的にシャッターを押して撮るみたいなことで、まあそれでそれなりの映像が撮れれば OK ということなんで、まあそれであれば、まあ 14T Pro でも全然問題ないしで、やっぱりこちらの方はね、あの頭めちゃくちゃ重たいんですよね。このカメラのレンズがね、すごいごっついんで。 で、まあ普通のスマートフォンとしては若干の使いづらさというかね、バランスと悪さっていうのもありますんで,で、こちらはね、持った感じも普通のスマートフォンだし、まあ見た目も普通のスマートフォンだし、まあそういう部分で普段使いのメインね、メインのスマートフォンとしても十分使えるし、えー、バランスはね、まあなんとなくこう全体的な、平均的なバランスっていうのは、割と 14T Pro もいいかなというふうに思いますので、まあその辺はね、カメラ性能も含めて選ぶということですけれども、まあアプリの方はやっぱりね、ウルトラの方が まあ、より柔軟な設定ができるかなと思います。はい。今回は以上です。